木月洋介は日本のテレビプロデューサー。富士テレビ編成制作局制作センター第2制作室チーフプロデューサー。東京大学経済学部卒業。神奈川県出身。子供の頃からバラエティ番組が好きで作り物のコントバラエティが大好き。東京大学時代は演劇サークルに所属し演者側と演出側の両方を経験。 コントを作りたいとの思いで、テレビ局を志望した。2004年に富士テレビ入社後は、バラエティ制作センターに配属となり、FNS27 時間テレビ、笑っていいとも、ココリコミラクルタイプ、ピカルの定理、富士山、夜たモりなどの番組に携わった。2020年10月現在、編成制作局制作センター第二制作室。通会 TV スカット、ジャパン。 今夜は、謎トレ、キスマイ長部イク、ネタバレ、くぼみねひゃだこじらせ、ナイトなど、各バラエティ番組で企画、演出、プロデューサーを務める。AB 東方中学校、高等学校、卒業生インタビュー未来を開く地から、ABCDEFGH バラエティの仕事、今も大事にしている、ある方からの教え、やる気のあるものはされとは ハット ABC、オリコンニュース、笑っていいとも。は僕にとっての学校でした。フジテレビ、木月陽介うしゅと恋愛総選挙、AKB 調べ、僕らが考える夜、差し原界隈図次世代の面白さの作り方。フジテレビ、ネタパルチーフプロデューサー、木月陽介さん2017年9月までは演出のみ、2021年6月までは演出、プロデュース。 a b 2 0 1 7年9月までは企画、演出。2018年5月までは企画、演出、プロデュース。2020年9月まで、チーフプロデューサー。2017年10月までは総合演出のみ2018年6月8日までは総合演出、プロデュース。2020年9月まで、チーフプロデューサー。2019年7月までは演出、プロデューサー。 2018年5月は演出。2018年12月はチーフプロデューサー。富士演出、木月陽洋介に聞く、前編、人が嘘をつく顔が面白い。人間性は黒ゲーム林部局ができるまで2020年8月まではチーフプロデューサー。カンテレは、2021年8月15日12時13時29分に放送。2017年9月は企画。 演出、ありがとうございます。